昔昔仕事が終わった若者たちが浜辺でお酒を飲んでいると海から美しい歌声が聞こえてきました。はあ 誰が歌っているのだろう若者たちは船を探しましたが海に船はありませんでも確かに歌声は海から聞こえてくるのですななんんて美しい歌声なんだ若者たちはお酒を飲むのも忘れてその歌声に聞き惚れていましたそれから数日後若者たちが海へ魚を取る網を入れると 大きな魚がかかりました今日も大量だなおいちょっと待ってこれは魚じゃないじゃ人魚だ網にかかった人魚を見て若者たちは驚きましたこの海には昔から人魚が住んでいるという伝説があったのです 人魚は本当にいたんだこいつを売れば大儲けができるぞ若者たちは大喜びですすると人魚が涙をこぼして言いましたお願いですどうかこのまま海へ返してくださいいいや逃すわけにはいかんお前ならきっと 高く売れれるからなこれで俺たちは億万長者だ <laughs> 人魚は涙を拭くと静かに歌を歌い始めましたその歌声はいつか浜辺で聞いたものと同じものでした。 すいこの歌あれはお前が歌っていたのか人魚の歌声には人を操る力があります若者たちは人魚の歌声を聞いてうっとりと夢を見ているような気持ちになりましたやがて歌い終わると人魚が言いましたもし私を助けてくださるのなら海の秘密を教えてあげましょう 人魚の歌を聞いて心が穏やかになった若者たちは人魚に言いましたよしお前を助けてやろうありがとうございます人魚は嬉しそうににっこり笑うと船から海に飛び込んで言いました10日後の朝に大津波が村を襲いますできるだけ早く高いところに逃げてください それを聞いた若者たちは村の長老に人魚の言葉を知らせに行きました長老大変です人魚の話を聞いた長老は大層驚き深呼吸してからこう言いました「皆の者荷物をまとめて避難の準備だ」。 ここらで一番高い山は裏山です <laughs> でもあそこは人が歩けるような道はないぞあんなけもの道うちのばあちゃんの足じゃとてもじゃないが登れんどうしたらいいんだこのままでは村人みんなが大津波に飲み込まれてしまう若者たちが肩を落としていると長老が言いました うーん落ち込むのはまだ早い大津波までまだ10日もあるではないか村の者みんなが登れるような道を作るのじゃ獣道しかない裏山に誰もが歩けるような道を作ることになりました。 村の若者たちはせっせと道を作りましたそれを見ていた隣村の村人が声をかけましたおーい何をやっとるんじゃ若者が人魚から聞いた大津波の話をするとバカバカしい人魚なんているはずないだろう。本当なんだ本当に人魚はいて朝に大津波が来ると言ったんだ 津波なんて来るわけないだろうこんなやつらほっといてさあ行くぞ村人にバカにされても自分たちの命を守るため若者たちは必死で道を作りましたそして人魚が予言した前日の朝 <noise> ついに 裏山のみちがかんせいしましたあみなのものよくがんばってくれたよしむらのものぜいんでうらやまにひなんじゃ若わかもののむらはぜ員いんがぶじうらやまにひなんすることができましたひがのぼるころうらやまからうみをみてみると。 津波が迫ってくるのが見えました隣村の人々は津波に飲まれないよう裏山へと必死で走っています そその日の日夜裏山から村を見るともうそこは海でした人魚が言った通り誰も見たことがないような大津波が襲ってきましたが裏山への道を作った若者の村の人々そしてその道に助けられた隣の村人たち誰一人死んだ者はいなかったということです。